ム、どうかしたの？いや、今選手ラフからメッセージが届いたんじゃが、内容を見る限り列車の次の予定と被りそうじゃと思ってな。久しぶりだな、請求列車の諸君。開拓の旅は順調だろうか。実はもうすぐ泉州ラフで聖天演舞という典礼が開かれるんだ。諸君はラフの災いを鎮める手助けをしてくれた泉州同盟の良き友人だからな。新作譜を代表して皆を式典に招待したい。ぜひ見に来てくれ。お忙しね。ファミリーの調和セレモニーが終わったばかりなのに、こんなに早く新しい招待を受けるなんて。なんかうちらの開拓の旅っていろんな場所で食べて飲んで遊ぶ快楽の旅になってるよね。快楽？そう、食べて飲んで遊んで快速で堕落していくから快楽。ならお前が残って列車のメンテナンスをするか。行きたくないとは言ってないじゃん。うちだって賑やかなとこに行くのは好きだもん。ただその賑やかなとこでフライデーとかサタデーみたいなのが出てきて敵対したりしないかなって思っただけ。ラフは危機を乗り越えたばかりだ。演舞典礼を開催するのは現在の平和と安全を外部にアピールするためだろう。ピノコニーの時だって似たようなこと言ってたじゃん。ファミリーの保護下ではいかなる危険もありませんって。そう疑心暗鬼になる必要はない。演舞典礼は調和セレモニーのように多くの秘密が隠されているわけじゃないからな。この典礼は帝宮と運気軍が豊穣の忌み物に立ち向かい泉州を救った快挙を記念するために設けられた、ただの祭りだ。典礼の前後に設けられた精査巡行のパフォーマンスを除けば剣技や武術を競う大会に過ぎない。俺たちが観戦した大気やモーターボールと同じようなものだ。姫子、君はどう思う？列車の状況、そしてブラックスワンの提案を受け入れたことを考えると、一度オンパロスで開拓の旅をして燃料を補充すべきだと思うが。時間的には余裕があるけど、今回の開拓の旅は特殊だから、次の目的地に行く前に列車も補給や支援の準備を整える必要があるわ。ちょうどヘルタが天才クラブ会員番号81のルアンメイトの取引を取り持ってくれたから、出発する前に銀ヌンガガプ神域から孤獣の亡骸を持ち帰ろうと思っていたの。それを考えると少なくとも帰ってくるまで数週間はかかるわね。じゃあラフには行けないってことか。美月ちゃん、いい人間関係を築くためのあれこれは大人として支払わなくちゃいけない必要経費なの。ラフが私たちを招待してくれたなら友人として請求列車もそれに応じないと。今考えてるスケジュールとしては、まずパムが全員をラフに送り届けて、あんたと美月ちゃん、炭鉱の3人は列車の代表として典礼に出席する。そして私とベルトはそのままルアンメイトの約束を果たしに行く。これでどう？二人ともそれでいいか？みんな異論はないようだな。意見は一致したようじゃな。なら先週ラフに跳躍する準備を始めるぞ。銀ヌンガガプ神域、彼女はあそこで何を見つけようとしているんだ？これまでの孤獣に関する研究が証明しているのは、俺たちがその生物について何も知らないということだけだが。何も知らない、それこそが
天才が手を出したがる領域なんでしょうね。科学がすべきなのは無知という壁に穴を開けることだから。あんまり寂しがらないで。面白い古銃の化石があったらお土産としていくつか持って帰ってきてあげるから。姫子って本当に分かってるよね。古銃の化石と演武伝令だったらやっぱ演武伝令の方が面白そうだもん。そうだ、タンコ、今回はうちらと一緒にラフに行くよね。お前たちだけでラフを歩き回らせるのは不安だからな。それにベルトさんの言っていた通り、剣木の災いは収まったばかりだ。長命種も短命種もきっと未だに恐怖を感じていることだろう。将軍がこのタイミングで演武典礼を開催すると決めたのは、対外的にラフが安定していると示すために違いない。彼が招待してくれた以上、俺も旧友に会いに行くべきだ。前来た場所にまた来ることになるなんて、なんか感慨深いな。詩を読むほどじゃないです。ただ前回泉州に来た時は波乱万丈で怖かったなって思っただけ。今回は誰かに脅されてるわけでも騙されてるわけでもなければ、指名手配犯を追ってるわけでも、貨物用の埠頭から上陸したわけでもない。こんな順風満帆なことってめったにないよね。仕方ないよ、これが七死人の宿命だもん。世界ってこんなに賑やかだったっけ。なんか今日は特に人が多い気がする。お互いの声が聞こえなくなりそう。元凶は将軍に迎えを頼まれたって言ってたよね。どこにいるんだろう。食器の前で待っていよう。あそこは不当のランドマークだからな。呼んでる？見た目からしてピノコニーの人かな。あなたたち泉州ラフには詳しい？多少は知っているが、何か用か？もしかしたら名前は聞いたことがあるかもしれませんが、私たちはピノコニーというところから来たんです。今回泉州に来たのは面白い無形の素材を採取するためでして。すごい偶然。うちらついこの間ピノコニーを出たばっかなんだ。おお、ピノコニーをご存知なのですね。いきなりですみませんが、このラフで行った方がいいおすすめの観光スポットなどはありますか？そうそう、うちら先週通だから。この時期に来る観光客のほとんどは演武典礼が目当てなんじゃないかな。実際うちらもそうだし。演武典礼のことは知ってるけど、典礼のリングってまだ解放されてないよね。今回の典礼のリングは引退したラフの超大型戦艦を改造したものらしいですよ。それはもちろん、何しろ超大型戦艦ですからね。民間の精査よりずっと大きいに決まっています。でもその戦艦に乗るには数週間後の演武典礼の開催まで待つ必要がある。かといってそれまで仕事をおろそかにするわけにはいかない。だからあなたたちにおすすめ観光スポットはないか聞いたの。ピノコニーの日常的な無境にはない
特殊な体験を探しているんです。私たちの顧客はそういう夢の泡を体験するのが大好きなので。ねえ、ここに一番詳しいのはあんたなんだから、早くおすすめ紹介してあげて。ちょっと、逮捕されるようなふざけたアドバイスはしちゃダメだってば。本当に面白い人ですね。できることならもっと現実的なアドバイスをしてもらいたいのですが。ふざけたアドバイスとは限らない。リスクが高ければリターンも大きいって言うし。よし、木登りしよう。そんなに走らなくても待ってください。え、もう行っちゃうの？ねえ、何かあってもうちらのことは言わないでよね。はあ、あの人たち変なトラブル起こさないかな。ちょっと不安。見ろ、元凶が来たようだ。本当だ、急いで合流しよう。いたいた、みんなこっちだよ。みんな久しぶり。ここを離れてからそんなに経ってない気がするけど、元気、あんたもしかして。僕がどうかした？美月さん、子供の成長は早いって言うけど、元気もしかして少し背伸びた？はあ、たった数ヶ月会わなかっただけだろう。先生、何してるの？ごめん、最近の旅で警戒する癖がついちゃったんだ。私たちを最初に出迎える人には注意しないとって。僕のことも警戒してるの？前回泉州に来た時に私たちを出迎えたのは、はあ、確かに警戒はした方がいいかもね。正直こんなに賑やかなラフは初めて見たよ。剣木の危機が去ったばかりのタイミングで演武典礼を開催するのはいささか時期尚早ではないかと心配していたんだが、今の政策会の様子を見るに将軍の判断は正しかったようだな。うん、今ここには他の同点に住んでる人だけじゃなくて、みんなみたいに遠くから来た人たちもたくさんいるんだ。何しろ演武典礼が目前に迫ってるからね。政策会の利用者数が一気に増えて、運気軍の警備の仕事も手落ちがないようにって普段の何倍も忙しくなってる。将軍が言ってたよ、ラフを災いから立ち直らせるには演武典礼が必要なんだって。武徳を示せば民の心を落ち着かせ士気を高められる。それだけじゃなくて、典礼の場に UFO の客人を招待して貿易と平和を促進させることもできるから。同盟は今回の典礼をすごく重視してるんだ。なんてたって主命と妖精の2つの選手がお祝いのために使者を派遣するって話したからね。そう、先生は主命が先生探路って呼ばれてるって知ってる？あそこの鍛造技術はずば抜けてすごくて、運気軍の武器技術の5、6割はそこから提供されてるんだ。泉州主命は昔から優れた腕の職人たちがいることで有名で、寛永将軍も傑出した職人だって聞いたことがある。はあ、寛永将軍が鍛えた宝剣を手に入れられたら幸せすぎてどうにかなっちゃうかも。なるほどね。ところでこれからの予定は？あ、立ち話しすぎちゃったね。将軍から獅神宮に連れてくるようにって言われてるんだ。みんなとずっと会えてないから
列車の近況を聞きたいんだって。元凶って自分の興味あることについて話してるときは一気に子供っぽくなるよね。うん、本当にね。各員集合しろ。人々を守るんだ。さっき手打ちがないようにって言ったばかりなのに、もう何か起きたみたい。みんなごめん、僕様子を見に行かないと。何言ってんの。俺たちも一緒に行こう。できると思うな。さようなら。パン。メグ。アッキは俺様だけで十分だ。みんなそこで深淵を迎えよ。現場を渡そう。涙雨。クリティアフル。事件が起きたから詳しい状況を確認してきてもいいかな。みんなをもう少し待たせちゃうけど。助けてくれたことにはとても感謝していますが、私たちの貨物まで押収するのは違うんじゃありませんか。そう言われましても、襲撃事件の全容が明らかになるまであなたたちの貨物を押収して検査しろとの命令が出ていますので、もろもろの手続きが終わればあなたたちも貨物も解放しますから。この貨物はラフに届けるものではありませんし、カンパニーの特許技術が使われているんですよ。何の権利があって検査するんですか。ラフに入港する貨物は全て検査しなければならないと規則で決まっているんです。私たちは入港なんてしていません。ホリジンの襲撃にあったからラフの港に避難せざるを得なかっただけです。まだまだ続きそうだね。結論が出ない言い争いには関わらないようにした方がいい。この正体の隊長は状況を説明してほしい。私です。申し訳ありません。見張りを怠りました。全て私の責任です。演武天霊を目前に控えた今、最優先すべきはラフの安全と安定の維持だ。それなのにどうして星座界に堀の囚人が。規定の流れだと危険な重罪人を護送するときは星座に収容して着陸することなく優秀国に行くはずだよね。誰が囚人を乗せた船を旅客用の不当に停泊させる許可を出したんだ。隊長のせいではありません。ただ主命の施設官が少し熱心だっただけです。君はロ君、巡察護衛隊の見張りです。元凶殿の助立ちに感謝を。今回のことは想定外の出来事で決して隊長のせいではありません。ラフで積み替えをするカンパニーの輸送船が
到着直前に堀人の襲撃に遭いましてね。主命の施設官が助けに向かい、堀人の強盗を捕らえて船内に収容したんです。ラフが航行する中域でカンパニーの艦船が堀人に襲われて、主命の施設が彼らを救った。なかなか複雑なことになってるんだね。私も困惑しています。主命の施設官は規則に従い、客船用の埠頭に船を止め、この囚人たちをラフに引き渡したのですが、ここ最近数えきれないほどの外郭がラフに押し寄せ、精査の航路が大変混雑していることはあなたも知っているでしょう。護送用の精査と航路の完成を待っている間に、追い詰められた堀人が突拍子もない行動に出た。それで先ほどのような騒ぎになったというわけです。この囚人たちは即刻優秀国まで護送します。なるほど、本当に急を要する事情があったみたいだね。この件は地甲市の治安庁に報告して、後始末に協力するよう言っておくよ。どう後処理するのか当事者たちに聞いた方が、新作府にも状況を説明しやすくなるよね。元凶、あんた本当に成長したね。美月さん、今は僕をからかってる場合じゃないよ。演武天霊前の泉州の安全は張り詰めた糸みたいなもので、一見平穏だけどほんの少しの動きで波が広がるんだ。さっきやっつけたあのあいつらは一体何者なの？そう、あの狼の頭をした化け物たちは堀人って呼ばれてて、泉州と長年敵対してる北条の忌み者なんだ。堀人は強い勢力を持っていて、たくさんの世界で略奪を働き、そこに住む人たちを奴隷にしてきた。その被害は宇宙の宙外にも匹敵するほどだって言われてる。そして30年前、同盟は奴らと大きな戦いを繰り広げた。ここ数年奴らの動きは昔より落ち着いてたのに、こんなことが起きるなんて。さっきの武漢は堀人がラフの近くの中域でカンパニーの艦船を襲撃したと言っていたな。大胆すぎて少し不自然な気もするが。うん、僕もおかしいと思う。もしかしたらカンパニーとの間に大きな確執があるのかもしれないね。さあ、おしゃべりはこのくらいにしよう。将軍にみんなを四神宮まで連れていくよう言われてるんだ。もう少し話してたかったけど、どうしても気になることがあって。気になること？もしかして堀人を追おうとしてるの？元凶、うちらの助けは必要？ううん、大丈夫、大したことじゃないから。そのさっき言った女の子が僕の剣を持って行っちゃったんだ。だから地甲市に紛失届を出して取り戻せないか試してみようと思って。あの子もきっとわざとじゃないと思うよ。お願いだからそれ以上言わないで。ちょっと油断してたんだよ。はあ、とりあえず今は四神宮に行こう。将軍を待たせるわけにはいかない。安心しろ、あそこまで腕の立つ少女はそういない。きっとすぐに見つかるだろう。面倒事が多いですね。猿翁、遠いところよく来てくれた。いやいや、大したことではない。こちらこそ、お前さんの出迎えに感謝する。
将軍、列車のみんなを連れてきたんだけど。あれ、お客さん、もしかしてタイミング悪かった？いや、ちょうどいい時に来てくれた。請求列車の諸君、久しぶりだな。おや私の夢を見たのか。諸君の私に対する思いが改めて明らかになったな。いや、本当に君たちの美しい夢に私が登場したとは光栄なことだ。紹介しよう。こちらは泉州主命の食塩将軍、海塩殿だ。そうかしこまる必要はない。今回は将軍として来ているわけではないからな。普通の観光客と何も変わらん。海塩殿は定休に仕える将軍であるだけでなく、構造士の百夜でもあり、軍務はもちろんのこと、あらゆる技巧にも長けている。こうした年配者は天正の中でも唯一無二の存在だ。将軍だろうと百夜だろうと、ただの肩書きに過ぎない。わしは何度も辞職しているが、今は状況が変わったからな。元帥に再び召集され、職務に就くしかなかったのだ。結局のところは自分のせいだな。長生きすればするほど、わしが気に食わない奴も増える。そういう連中らから無理難題を押し付けられるのは避けられないことなんだ。お目にかかれて光栄です、海塩将軍。お目にかかれて光栄です、海塩将軍。かしこまる必要はないと言っているだろうに。今日のわしはお前さんたちと同じラフの客人だ。ケーゲン、この三人が前に言っていた剣木の危機を救ってくれた救世主か？ああ、炭鉱殿、美月殿、そして彼女の力がなければ、ラフは今回の災いを簡単に乗り越えることはできなかっただろう。陰月君の後世が再びラフに戻り、演武天礼に参列するとはな。機会があればお前さんと一杯やりたいものだ。お呼びとあればいつでも。ところで、そこにいる子供は？私の弟子の元凶だ。まだ若いから護衛としてそばに置き、経験を積ませようと思っている。今回の演武天礼でもラフ運気軍の代表、守り人として各来訪者の挑戦を受ける予定だ。いい、実にいい。今日だけでこれほど多くの優秀な若者に出会えるとは、ここまで来た甲斐があったというものだ。ああ、そうだ。年を取ると忘れっぽくなっていかんな。こやつはわしの孫弟子の雲里だ。君は？ああ、あなただったんだ。こんにちは。なんだ、もう知っているのか。なら紹介する必要はなさそうだな。こんなところで会えるなんて、見つけるのにもっと手間がかかると思ってたのに。おお、気になる言い方だな。さあ、どうやって知り合ったのかわしに教えてくれんか。この子は聖坂で逃げた堀の囚人を鎮圧してくれたんです。それについては先にお礼を言いたい。ありがとう。でも君は現場を離れるとき、ついでに僕の秘剣を持って行ったよね。秘剣？ああ、どうして荷物の中に突然剣が増えたのか不思議に思ってたんだけど、あなたのだったんだ。
そうだよ。せっかく再会できたんだし、できれば。それは無理。無理？この剣を返してほしいんだよね。それはいいけど、こんな風に簡単には渡せない。戦場で失った剣は戦場で取り戻すのが主命のルールだから。この剣だって同じ。空を飛んで逃げた堀人を撃つはずだったのに、持ち主が心を乱したせいで翼が折れたトビみたいに標的を見失っちゃった。それに私が剣を取って目標に命中するよう手助けしてなかったら、堀人はとっくに逃げてた。ウンリさん、君は何も言わずに僕の剣を持っていった。それなのに平気な顔で持ち主に返すのを拒むなんて、どうしてそんなことができるんだ？ラフの剣士って所詮この程度なんだ。今なんて言った？あなたが正々堂々私から自分の剣を取り戻せば私だって納得する。でもあなたはそうしなかった。問題を矮小化してみんなの前で適当に剣を返せなんて言って。率直に言うけど、あなたは敵を殺して身を守ってくれる剣に敬意を払ってない。この剣にはふさわしくないと思う。君、もしかして黙って人のものを持っていくのは泥棒だって教えてもらわなかったの？どうしても剣を使えって言うなら仕方ない。今から1対1で。元気を。うん、それでいい。今日決着をつけよう。私は堀人みたいに簡単に倒せる相手じゃないけど。もうそれ以上喋るな。早く元気君に謝らんか。おじいちゃん、一体どっちの味方なの？おじいちゃんは、おじいちゃんはどっちの味方でもない。ちょっとした誤解があるだけだ。謝るほどのことではない。主命で剣術と技術の頂点に立つ者は炎林八王という美名で世に伝わっている。そこに名を連ねるウンリさんは確かに炎のような子だな。何が美名だ。どこぞの物好きな奴が運気軍にとって迷惑にしかならない虚名をでっち上げているだけだろう。ウンリはただの人見知りの激しい人付き合いが苦手な子供にすぎん。すまないが多少の無礼は多めに見てくれ。諸君、私はカイエン殿と話がある。客人とウンリさんの旅館の宿泊手続きはひとまず元凶君に任せる。後で時間を見つけてゆっくり話そう。請求列車がラフを危機から救ってくれたことについてしっかり感謝を伝えたいからな。そんなにかしこまらなくていいのに。もう何回も感謝してくれてるじゃん。どうやら間が悪い時に来てしまったようだな。三人とも許してくれ。そんなことはありません、カイエン将軍。ほれ、行ってこい。これを機にしっかり元凶君の誤解を解くんだ。はいはい、確かに誤解は解くべきものであって深めるものじゃない。でもまだ旅館には行かない。レイサお姉ちゃんに会いたいの。ちょうどラフに着いたところで腰を落ち着かせるために手伝ってくれる人を探してるみたいだから。元凶、客人の案内が終わったら私の代わりにもう一度構造士に行ってくれるかい？カンパニーの船が襲われて押収されたそうなんだが、カンパニーの社員が船にある貨物を取り戻したいと抗議していると生族から報告があったんだ。私の代わりに彼らをなだめてくれないか？あまり強く出る必要はない。ただラフは彼らの権利を侵害するつもりはないとだけ伝えてくれ。了解、将軍。
ここに来たのは無駄じゃなかった。シュメイに比べてラフは本当に賑やか。でも剣技に関してはラフの剣士の腕はいまいち。こんにちは。あなたは演武天礼に参加する選手？もちろん。運気軍が設置した演武台はよそ者でも参加できる。武徳を示すためにね。あと選手が選んだ守り人に勝てたら賞金と賞品が手に入るだけじゃなくて名声を上げることもできるんだ。どう？参加したくなった？それは部外者がシュメイの運気軍と構造士にいる私の兄弟子や姉弟子たちに対する呼び方。私もその人たちもみんなおじいちゃんの元で職人芸と剣術を学んだの。だから部外者は炎林八葉って呼ぶのかも。でもおじいちゃんの前では呼ばないで。前に言ってたんだ、中身が伴ってない名は人を傷つける、そして無駄な挑戦と争いを生むって。シュメイの剣士は全軍で勝つことを誇りに思い、個人で勝つことは良しとしないから。私は用事があるから行かない。それに元凶はあんまりよく思ってないみたいだから。あなたの言う通り、私は実力で持っていっただけ。奪ったって言われるのはまあいいとして、泥棒扱いするなんてありえない。それにこの剣は今主人を恐れてる。自分の剣を大切にするって言っておきながら、それが今どんな状態なのかも分かってないのは一体どういうことか。逆に私が聞きたいくらい。もともと彼の剣を手元に残しておくつもりはなかったし、この機会に返そうと思ってたんだけど、考えが変わったの。被剣がかわいそうだから手入れをしようと思う。彼がどうぞ、こんにちは、ありがとう、ごめんなさいを言えるようになるまでは剣を返すつもりはない。そういうことだから。うちてっきり泉州の将軍ってみんな軽減将軍みたいな感じだと思ってたんだけど、海燕将軍ってなんか痩せてて小さくて風に吹かれたら飛んでっちゃいそうな感じがするじゃん。あんなヨボヨボのおじいちゃんが本当に低級の天将なの？各泉州は同盟の中でそれぞれ役割があり、得意とすることも違う。低級の将軍だろうと全員が全員敵陣に突撃して戦うことに長けているわけじゃない。さっき将軍が言っていたように、海燕将軍はかつて主命で頂点に立つ職人だったんだ。あんたも気づいた？変だよね。そもそも泉州人って老衰するの？泉州ではめったにお年寄りを見かけないし、見かけたとしても泉州の外から来た人じゃん。でも海燕将軍は普通のおじいちゃんに見えるんだよね。あの人本当に泉州の将軍なのかな？当然の疑問だな。海燕将軍ならあそこにいるから直接聞いてみたらどうだ？やめとく、うち長生きしたいもん。なら行くぞ。将軍が元凶に俺たちの案内を頼んだのは、きっと何か話し合いたいことがあるからだ。ここで時間を無駄にするべきではない。これが聖族さんが送ってくれた報告書か。
どれどれ。将軍、カンパニーを説得しろなんて本当に難題を出してくれたな。いや、試練まではいかないかな。運気軍は戦術を学んだり武芸を極めたりするだけじゃなく、外交紛争を解決したりすることもあるから。ただ言葉を使った交流はどうしても戦場での武器を使った交流より難しくて、特にカンパニーの人たちはいつもあの手この手を使ってくるから本当に大変なんだ。悩むのは一旦置いておいて、とりあえずみんなを旅館に案内するね。演武典礼に海燕将軍が参加してくれるのはラフとしても光栄なことだ。しかし、ただの演武典礼に主命と妖精の将軍二人が同時に来たことを考えると、単に典礼を見ることだけが目的ではないのだろう。海燕将軍、今回の来訪は元帥からの命令があったからでは？軽減、考えすぎだ。言っただろう、今回は雲里に世間を見せに来ただけで、わしはラフの状況に口出しするつもりはない。あの妖精の将軍が何をしようとしているのかについてもわしは何も知らんのだ。覚えているか、お前さんが就任したばかりの頃、帝宮の天将の戦場はラフの外だけにあるわけではないと言ったことを。戦場に出て敵を撃ち、内部のいざこざを解決する。将軍という名に課せられた重さはその事業をはるかに上回るものだ。あれから随分経ったが、お前さんはよくやっている。だが先週人にとって長く生きすぎるというのは一種の呪いだ。人生で犯した過ちは常に闇の中で虎視眈々とこちらを狙っている。そしていつの日かこちらに追いつき飲み込もうとしてくるのだ。ラフで起こったことについて元帥は全て知っている。そして妖精の天劇将軍は、あやつはお前さんに用があってきたのだろうな。だがどうもおかしいな。なぜ彼女はこの場にいないんだ。妖精の天劇将軍は雷のように動き回り先手を取ると言われているのに、遅刻するとはあやつらしくない。海燕将軍、それは違います。我らが将軍はすでに到着していますよ。ただお二人も知っての通り、彼女は束縛を好まない性格なので。セーサーを降りてすぐに用があるから止めるなと言ってどこかに行ってしまったんだ。君たちが先週妖精の使者か。天劇将軍の幕僚、昇丘とモゼと申します。お二人にお会いできて光栄です。面白い、客人が直接主人を訪ねるのではなく人を使わしてくるとは。一体何を考えとるんだ。あやつが言っていた用途はここに来る以上に大切なことなのか。言ってみろ。ラフの林園郷に素晴らしい機関が増えたと聞いたので、その景色を見に行ったのでしょう。機関か。わしが通訳してやろう。軽減、こやつお前さんに嫌味を言ってるぞ。海燕将軍ご冗談を。僕は事実を伝えただけにすぎません。将軍はお二人をお待たせするのは良くないと考え、先に僕たちを派遣したのです。
十分景色を楽しんだら将軍もこちらに来てお二人に謝罪することでしょう。